エセックス級のネームシップエセックスです。建造されてから多くの期待を寄せられていましたが、やはり私よりエンタープライズ先輩の活躍の方がもっと注目されていましたね。私だってもっと早く戦闘に参加していたら。エセックス、クールダウンラップ無事終了しました。指揮官、私の活躍を見てくれましたか？試合の準備などいろいろありがとうございます。今日はみんないい成績を出せましたね。指揮官が見ているからでしょうか。すごい熱気。みんなの応援もですけど、試合中はずっと気を引き締めていないといけませんからね。これぐらいはもう戦闘とかで慣れていますから平気です。エンタープライズ先輩が応援してくれている？どこ？やる気も湧きましたけど、同時にすごいプレッシャーも感じますね。仲間相手でも手は抜きません。エセックス、次のレースこそ1位を目指します。打ち上げで飲みすぎないようにですか？はい、もちろんです。なぜ私だけに言うんだろう。もう少し下ろせないかな。無理か。指揮官？これはその、そういう意味じゃなくて。新しい任務ですね。私にも何か手伝えることはありますか？マシンの整備中は空いているので。任務報酬が届いたのですね。あ、マシンの部品もあるんですか？太鼓が新しいメールを渡してくれたんです。確認しますか？出撃お疲れ様です。少し休憩してから一緒にピットに行きませんか？科学部のみんながそこに集まっていますよ。エンタープライズ先輩、こんな指揮官に我慢して従っているのか。体感巨峰主義の時代の終焉をこの目で見届けました。航空母艦の時代もいつか終わりを迎えるのでしょうか。妬み？いいえ、そんなことはありません。エンタープライズ先輩は私たち全員に尊敬される英雄です。ただ彼女の七光だとされていることは私にはやっぱり。
私エセックスは誰にも負けません。たとえ相手がエンタープライズ先輩だとしてもです。しかしどうやってみんなにそれを認めてもらえるか。指揮官、あなたならきっと分かっていますよね。エンタープライズ先輩のようなヒーローになれないかもしれません。ですが彼女と同じく人々の記憶に残る存在になれるような気がします。だって指揮官となら私どんなことでもできる気がしますから。なんだか汗が急に。あ、委託組が戻ってきたんですか。はい、試合が終わったら一緒に出迎えに行きましょう。ジェット機はいつになったら。エセックス、飛ばします。どうにか戦闘をキープできましたね。次。このままでは終わらない。絶対に。大空をかけよう。お互いが支え合っている幸せな気持ちは一度でも感じたら虜にされますね。指揮官、ありがとうございます。エセックスがどうやってみんなに認めてもらえるか一人で悩む必要はなくなりました。エセックス、これからはずっとあなたのそばであなたと共に歩むことを誓います。